それを何か手に入れることができたら、その日から俺は特別な存在になれる、特別な人間になれる、何者かになれるって、そう思って遠くを見てそればっかり追い求めていた。じゃあそれを手に入れたらどうなったよ。そういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキル教育講演家のミスターおかっちです。俺はずーっと何者かになりたかった、特別な人間になりたかったんです。だから人と違うことをやった。誰も作ってない商品を作った。たくさんのコンテストに出場した、肩書きを得るために。でもその結果何者にもなれませんでした。決定的に欠けてることが一つあって、今日のこの話を聞いてくれたら特別な存在になるために大事なことがわかります。そしてあなたは何者かになれる。だからまずは俺が人生で経験したことを聞いてほしい。大学卒業した、でーっかいでーっかい会社に入った。海外の製薬会社 MR として営業マンとしてそこで働くことになった。大きい会社やから俺が別にいてもいなくても一緒、どっちでもいい。俺の代わりはたくさんいる。組織の歯車にしか過ぎへんかった。いや違う、こんなん嫌やって、俺にしかできへんことがやりたい、特別な何かをやりたいんやって、そんな気持ちがどんどん強くなった。だから決めた、アメリカの大学院に留学する。そうするとなんか特別な人間になれるって、そういうふうに思ったんよ。すごい人間になれるって、何者かになれるって、そう思った。だから会社辞めた、アメリカに行った。大学院で勉強することにしたんよ。で勉強をしながら、ライフスキル教育では世界最大級のファーストティーっていうところでライフスキルコーチとしてインターンシップで働くことになった。はい、でもその働くって言うけど、契約は3ヶ月ごとの更新です。次の3ヶ月俺がそこにいるかどうかは分からへん。だから必死やったよ。目の前の子供たちをめちゃめちゃ楽しませた。そしてディレクターが言ってることを全部答えた。何が求められてるんや、それをメールでも確認し、直接話を聞いて、その期待されてることは全部やった。学校から、いや学校じゃない、家からそのファーストティーの道、サンフランシスコで坂道くねくね、40分や自転車で、そのくねくねしてる道の中で頭の中で今日やるレッスンをイメージトレーニングした。何度も何度も繰り返した、完璧なレッスンをするために。そして子供たちを喜ばしてディレクターの評価を上げるために、そういうことを8ヶ月繰り返した。その結果、そのファーストティーでコーチ優秀賞を受賞することができた。アメリカの大学院も卒業することができたんです。もう有頂天よ。俺はもう特別な人間や。周り見てもアメリカの大学院で留学してる人なんかそんなおらへん。そしてファーストティーで賞を受賞してる人なんかおらへん。もうこれって唯一無二というか特別な人間になれたって、そんな自信あったよ。だからこのまま日本に帰ったらめちゃめちゃ注目されて、たくさんお客さんも集まって、すぐに会社も軌道に乗る、そういうふうに思ってた、確信してたよ。だから日本に帰った、そして起業をした。そして最初のバスケットボール教室のレッスンの日、扉を開けてみて、そこにいた子供は3人でした。バスケットボールは5対5でやるスポーツ、10人必要です。3人。レッスンのほとんどの時間が鬼ごっこやった。まあ仕方ない、最初やもん。まだ俺のことが知られてないんじゃないか、この和歌山っていう場所の中で誰も俺のこと知ってないんじゃないか、この商品、この教室のことを認知されてないんじゃないか、そう思ったんよ。知ってくれさえいれば、たくさんの人が絶対に来てくれる、そう思った。だからその日からたくさんチラシを撒いたよ。小学校でも配った、お店でも配った、友人にも配ったよ。そして SNS でも毎日発信した。で有名な雑誌和歌山の情報誌にも掲載してもらった。そういうことを繰り返して繰り返したよ。じゃあね、少しずつ増えてった、増えてったよ。でも
思ってた予想してた計画通りには増えへんかったんよ。なんでって、俺みたいなことやってる人誰もおらんやん。この和歌山で日本でやってるところも少ないはず。なんで選んでもらわれへんねや。でもそれだけじゃないんよ、悲劇は。生徒が減った、やめていったんよ。その理由は様々やった。でも一言で言うと、俺がその子にとっての特別な存在にはなれなかったということ、特別な場所を作れなかったということや。選ばれへんかってめっちゃ悔しいよな。生活が何か変わった、そして家庭の事情が何かがあった、そうなった時に俺の教室よりも違うことが優先された、違う習い事が優先されたんよ。選んでもらわれへんかったんよ。言うたらどうでもよかった、そんな存在、そんな教室やったんよ。めちゃくちゃ悔しかった。だから決めたよ、まずは目の前にいるその子、その子にとっての大切な存在になる。この子が安心して夢中になって楽しく学べる、そんな特別な環境を作る、そう決めたよ。その日から変わった。授業に入れない子がいる、どうやったらその子が安心して入れるやろうなって考える。テスト受けたくないって子がいる、テスト受けたくないっていうその子でもどうやって安心して学べる居場所が作れるやろう。試合に出られへん、そういう子がいる。そういう子がどうやったら新しいことに一歩挑戦できる、その勇気がくじかれへんようにできるやろうって考えたよ。俺一人だけじゃない。授業終わってコーチで集まって、先生で集まって、何が良くて何が悪かったかしっかり反省して、アイデアを出し合って、それを次に生かす、そして自分たちが持ってる知識、アイデア、知恵全部子供たちにプレゼントしたよ。それを毎日毎日繰り返した、繰り返し続けたよ。じゃあどうなった？おかっち将棋しよう、お菓子買いに来たよ、宿題ここでやっていい、そんな感じで授業がない日もこの教室に遊びに来てくれるようになったんよ。で親御さんもやで、いろんな友人さん、お友達さんを紹介してくれた。今までは親御さんとの会話は事務的な話しかなかった。でもどうよ、子育ての悩み、子供の教育の相談をしてくれるようになった。そういう声に耳を傾けて、自分ができるものを与えて提供してやり続けた。じゃあ少しずつ生徒さんも増えてって1000人規模のコミュニティになった。そしてその結果、この和歌山では生きる力を育む教育者としてはポジションを取れた。今やからわかる、特別な存在になるために大事なことは経歴じゃない、実績じゃない、肩書きじゃない、目の前にいるその人をどれだけ幸せにできたかよ。あなたが届けたいその人にどれだけ喜びを届けることができたかやね。それやね、それだけやね。俺は遠くの何かを見ていたよ、遠くの何かを目指したよ。それを何か手に入れることができたら、その日から俺は特別な存在になれる、特別な人間になれる、何者かになれるって、そう思って遠くを見てそればっかり追い求めていた。じゃあそれを手に入れたらどうなったよ。確かに俺のことを知ってくれる人は増えた、でもお客さんは増えへんかった。フォロワーは増えた、いいねの数は増えたよ。でも本当に心の底から応援してくれる人は増えへんかった。当たり前やん。遠くを見て目の前のその子見てなかったもん。その人に対して自分ができることを何もやってなかったもん。そりゃそうなんよ。だからあなたに伝えたい、まずは目の前にいるその人を全力で幸せにしてあげてください。あなたが持っている全てを捧げてください。そしてその人にとっての特別な存在になる、意味のある存在になる、あなたがいないとダメなんやって、そう思ってもらえるように全力でギブする。ちっちゃくてもいい、たったの一人でもいいね。
毎日ありがとうって言ってもらえることを積み重ねていくね。その人の目を見て、その人の言葉を聞いて、その人の体温を感じて、その人の人生に寄り添って、あなたができる全力を捧げて、その人の人生に喜びを与える。そういうことやね。そのエネルギーを、その気持ちをその子は感じてくれる、その人は感じてくれんね。そうなると問題も解決したりな、喜ばれたり、ありがとう、感謝が生まれる、そして信頼されるようになる。そうすることでその人にとっての特別な存在になる。そういうことを繰り返し繰り返し繰り返してたら、たくさんの人にとっての何者かになれる。そしてその結果、この世界の中であなたは何者かになれる。あなたは〇〇の人やって、そういうポジションが見つかる。そういうことやね。いいねの数じゃないね、フォロワーの数じゃないね、見栄えのいい肩書きじゃ、それだけでは特別な存在にはなられへんね。体温を感じるこの距離を、この距離で俺ができることは、あなたのためにできることは何だってするよ。そういう気持ちを持って全力でありのまんまのあなたを伝えてください。そうすることで、あなたは何者かになれる。あなたのポジションが見つかる。俺はあなたが、あなたにしかできないことをやって、この世界で最高に輝いて生きることを心の底から応援してます。はい、一発勝負ですね。本当に昔から特別な人間になりたかった、なんか人とは違うポジションを作りたかった。でも人と違うことをやったら嫌われる、居場所がなくなる、そういうことを繰り返して繰り返してた。どうやったらいいかわからんかった。でも簡単やった。特別な何かを求めるんじゃなくて、目の前のその人に全力でギブする、全力で与えるということ、それが大事なんやっていうことを本当に35、6で気づきました。これが遅いか早いかっていうのはどっちでもいい。気づいた時がそのタイミングやと思っている。だから気づいた僕は毎日目の前のその子に全力で向き合っている。だからこれを聞いていただいたあなたも、目の前であなたのことを信頼してくれてる人、あなたのことに期待してくれてるその人に、あなたができることの全てを捧げてあげてください。そしてこの動画がもし、参考になったな、ためになったな、元気が出たなと思ったら、高評価ボタンを押していただけたら本当に励みになりますので、よろしくお願いします。このチャンネルではとにかく生きる力が湧いてくる、生きていてよかったなってそう思ってもらえるような動画を配信してます。よろしければチャンネル登録をお願いします。それでは皆さん、ワンダフルな一日をお過ごしください。さよなら。目の前の一人、その一人、その一人のために。